に誘われて小学校の体育館に行って体験した時に面白いスポーツだなって思って始めました。高川北ワイルドキャッツです。とてもいい指導者がいて、みんなでチームディフェンスを前から仕掛けて点数を取って、とても楽しいバスケができてました。南陽中学校です。中大連で最後に開成館と当たって、公立でもどれだけ開成館と戦えるかを目標にみんなで頑張って、結果は残念な結果になってしまったけど、とてもいい経験になりました。バスケを続けたかったので、中学校3年生の時にいろんな大会を見に行って決めました。辛い時もあるけど、みんなと助け合ってみんなでバスケができるので楽しいです。亡くなった時は先輩ともうなんかバスケができないのに対してすごいショックを受けました。3回戦